やべえ、乾く前に買い物行ったら遠心力でパテンがこっちへ飛んじゃってる。ちょっと削ってみるか。はい、今度はちゃんと固まってますね。かなりここはみ出てるけど、触った感じは鉄みたいなカチンカチンな感じです。はみ出た部分を鉄みたい硬いんだけど、ちゃんとね削れますね。削りやすいですね。これ本当はね、こういうとこマスキングしてやんないと、ここの下この塗装も削れちゃうんでね。これあのホイール色塗り替えるんでマスキングしてませんけど、そうじゃない場合はこっち側とこっち側にマスキングして、ここだけね削れるように。
まあこれで大体の形はできたんだけどね、本当にまっすぐやる場合はね、こういう手でやっちゃダメなんですよ。このヤスリのところにちゃんとまっすぐで削れるように板かなんか挟んでね、こうやってこうするとこっちと同じようにまっすぐになりますんで、とりあえず出っ張ったとこだけ大雑把に今手で削って、何番だこれ、240番、120ぐらいでやった方が早いかな。まあこういう曲線部分はね、指でやった方がいいかもしれないですけど、こういう面ね、まっすぐな面は板添えてやんないとまっすぐなりません。うん、なかなかね、いいですね、このアルミパテ。いつも強度求めるところはね、カーボンパテ使うんだけどね、アルミホイールはやっぱアルミパテがいいですね。ただアルミパテ、混ぜたばっかはね、粘り気なくってすごいやっこいんで、カーボンパテはすごい粘り気あって、型が崩れないんだけどね、アルミパテはね、まあ昨日乾く前に走ったら遠心力でこっちまで飛んじゃったような感じぐらいぐちゃぐちゃしてるんでね、こう深くえぐれてる部分盛る場合はね、ちょっとこう工夫してね、これ壁作ったりして工夫して持って、多めに持って、で乾くまでは車は走らせない、タイヤ回さないってことですね。そうするとこんな感じでうまくなります。あとこれもうちょっと精度を上げたい場合はね、こういうちょっとへこんでる部分、またパテ持ってね、何回かこすってこっちの面と同じようになるように仕上げて塗装って感じですね。まあ要は板金と同じですね、パテの種類が違うだけで。こんな感じですね。以上、ソフト99のアルミパテレビュー終了したいと思います。なかなかいいです。ホルツからも出てます。アルミホイールにはアルミパテがいいですね。こんな感じ。あとは色塗って終わり。こういうとこ傷つけたくない場合は最初からマスキングを貼ってからやってください。私は色塗るんでこのままやっちゃったけどね。以上レビュー終了したいと思います。それではまた。